はい、こんにちは。パーカッション高見です。突然ですが、今からあるリズムを叩きますので、それがどういう風に聞こえるのか、どのように聞こえるのかっていうのをチェックしてみてください。はい、これ引っ掛け問題とかね、心理テストとかそういう話ではありませんので、もう素直にね、感じたまま、あ、こういう風に聞こえるなっていうのを各自チェックしてみてください。それではいきます。はい、いかがでしたでしょうか。今回はこういうリズムって面白いよねと、こういうリズムについてああだこうだ話していきたいと思いますので、ご興味ある方は最後までお付き合いください。で、今回の内容は以前出したポリリズム徹底解説という動画の続編になります。ポリリズムに関する解説動画上げまして、さらにその後にね、ポリリズムワークショップっていうのもやりました。2対3のポリの取り方だったり、3対4のポリの取り方っていうのを解説した動画もすでに上がっておりますので、まだ見てないよという方は概要欄からそちらも見ていただくと、さらに理解が深まると思いますので、よろしくお願いします。はい、では早速今回の、お題ですね。はい、これどういうふうに取れるかって話なんだけれども、これ正解ありません。これが正解っていうのはありませんので、もうみんな感じたまま、感じ取ったものがそれが、あなたにとっての正解です。はい、何それっていう感じだと思うんだけれども、これはね、普段聴いてる音楽とかやってる音楽によって、これがどういう風に聞こえるかっていうのは各自違うと思うんですね。なので、できればよろしければですね、コメント欄に、あ、こういう風に聞こえましたっていうのを書いていただける、教えていただけると、まあ、僕はすごい参考になりますので、よろしくお願いします。はい、でおそらく多くの方がこれ前半部分と後半部分がそれぞれ違う変拍子のように捉えてるのではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。つまりドンドンカが前半で、ドンドンドンカが後半、口で言うとドンドンカ、前半が5で後半がドンドンドンカ7、これ5と7の変拍子なんじゃないかと。1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7、こういう人おりますよね。はい、これが取り方一つです。はい、では次にこういうガイドつけたらどうでしょうか。はい、いかがでしょうか。聞こえ方変わりましたかね。これ叩いてる内容は全く同じです。はい、おそらく少数だと思うんですけども、こういう風に捉えた方もいらっしゃると思うんですよ。これはどういうことかっていうと、つまりね、1 2 3 1 2 3、少し大きく3つで捉えたっていう感じですね。1 2 3 1 2、はい、はい、では次こっちです。はい、まあもうなんとなくね、見えてるかなと思うんですけども、こっちは1 2 3 4 1 2 3 4 4つで取ってると。3 4 1 2、せーの。ちなみに両方同時にやると、なります。はい、いかがですか。面白くないですか。まあ、これがね、面白いと感じてきたら、だんだんこうリズム沼にはまっていく感じになります。はい、でこれは一般的にですね、複合拍子と呼ばれるポリリズムと捉えられています。複合拍子っていうのは、つまり同じ内容なんだけれども、いろんな拍子の捉え方ができる、まあ、譜面で書き表すときにですね、いろんな書き方ができると、細かく5拍子と7拍子の変拍子みたいに取ることもできるし、大きい3拍子あるいは大きい4拍子と取られることもできる、いろんな切り口で捉えられることができる、これをね、複合拍子と言います。はい、で僕自身はですね、これをポリリズムだとは感じていないですね。
以前の動画で言ったんですけれども、まあ、真のポリリズムという、まあ、真のポリリズムって何だって話なんだけれども、要は割り切れない2つ、2と3とかね、が同時になった時に起こる独特のこう違和感というか、浮遊感というかね、こうゆらっとするような感じがあるのがポリリズムかなと思っておりますので、今回のこれはね、めちゃくちゃ割り切れております。はい。すごい分かりやすいっていう感じなんですね。はい。そろそろ言ってる意味が分かんなくなってきたと思うので解説しますけれども、今回のこれは、まあ、言ってしまえばですね、ケーキがあって、ホールケーキがあって、それを12等分、12個にカットして、そのケーキを4つずつに分けるのか、3つずつに分けるのか、あるいは5つと7つに分けるのかっていう、ただそれだけの話です。はい。図にするとこんな感じ。はい。いかがでしょうか。これでだいぶ分かりやすくなったのではないかと思います。叩いたフレーズが、なんで全部で12のサイクルだと捉えられます。トントンカトントントンカ、なんでまず5と7に分けられる 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7、 はい、これ5たす7で12だと、はい、こういう捉えられ方が一つで、さっきやりましたカウベルですね。なのでこれ1回のサイクルで3回なっていますから、12を3等分してるとも言えるわけですね。はい、12を3等分すると4になりますから、1,2,3,4,2,2,3,4,3,2,3,4,1,2,3,4,2,2,3,4,3,2,3,4 となります。はい、じゃあこっちはどうかっていうと、1回のサイクルで4回鳴ってますから、12を4で割っている、12割4は3ですね。つまり 1,2,3,2,2,3,3,2,3,4,2,3 1,2,3,2,2,3,3,2,3,4,2,3 と、はい、このように分割しているとも考えられますよね。はい、いかがでしょうか。なんとなく見えてきましたでしょうか。まあ、最初のケーキの話に尽きるっていうかね、それがほぼ全てっていう感じなんだけども、要するに複合拍子っていうのは、こう一つのサイクルがあって、それをこう何個ずつ、何個単位で区切っていくのか、分割して考えるのかっていうだけになります。はい。だから割り切れないところはないっていうことね。ケーキ一個一個の単位は同じで、それを3個ずつ取るのか、4個ずつ取るのか、5個と7個で取るのかというだけになりますから、まあ僕はあんまりポリリズムだとは感じていないんですけども、一般的にはこの複合拍子もポリリズムと言われることが多いです。まあ、これをね、ギュッとこう短い時間に圧縮したものが、まあ僕が言うポリリズム、一拍の中に収めたものがポリリズムでありますから、ミクロかマクロかっていう違いだけになりますけれども、まあこの辺もね、考えると面白いっていうか、また話が長くなりますので次回にしたいと思います。はい、はい、今回はこんな感じでですね、同じリズムでも、まあどういうふうに区切って考えるのか、どういうふうに捉えるかによって人によって聞こえ方が変わる面白いのがありますよというお話でした。まあ、これをですね、その作曲する方とか、あるいはパーカッションでなんかソロをやるときに、応用してもいいですよね。3ずつ区切って考えるのか、4ずつ区切って考えるのか、いろいろな捉え方ができるような含みのあるね、リズムを作っていったりするのも面白いと思いますので、各自応用してみてください。で、今回のネタバラシすると、だったんですけれども、このドンドンってね、ベースで叩いてるのが、はい、タンタンツタンタンタンツタンタンツタンタンタン、これはベンベクラーベっていうね、クラーベなんですね。いわゆるアフロ系、アフロクラーベから派生するキューバの、クラーベを元にしたリズムでした。はい、だからアフロビートとか、やる際にはね、この要素が含まれる、5と7とかね、分けれたり、3で取ったり4で取ったり、いろいろな捉え方ができると、いう風になりますので、合わせてね、アフロビートの動画なんかも見ていただくと、さらに理解が深まるのではないかと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様を大募集しています。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、同じく概要欄見ていただいてメンバーシップ入っていただきますと大変嬉しいので、よろしくお願いします。
また毎週日曜日には YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加してみてください。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。